はい、こんにちは。今日はですね、先日の続きに対しまして、カメラのですね、取り付けのゴムをね、1個にしてあります。こちらですね、こちら1本ですね。これもしかも結構緩いですので、なくてもいいんですけども、この下のね、スポンジの方が、これ低反発なんですけど、こちらの方がですね、両面テープがちょっとまだ接着面が弱いっていうのと、昨日買ったですね、低反発のところがあんまり良くないんですね。でその前に買ったあの低反発の方は目も細かくて柔らかくて、こちらの方がいいんですけど、まあ、こんな感じですね。でこちらの方のゴムは、保険でですね、万が一これが外れた場合ですね、ちょっとぶら下がるようにしてあるから、こちらの方は固定されてない。竹ひごの方で、竹ひごじゃない、これあの焼き鳥の串ですね、これでもって下から固定してあります。でこのスポンジの方はこの竹串をとボディを貫通させてやってますので、このスポンジは抜けないんですけどね、こちらの方の、古いやつと新しいやつのね、境目に両面テープしてみました。で、こんな感じですね。で見た感じはですね、どんな感じになるかというとですね、こんな感じですね。これで、角度も取れるし、昨日よりも、振動はないと思います。ではこれからね、ちょっと飛ばしてみたいと思います。